はい、酔っ払ってまいりました。早速ですが、かなり酔っ払ってます。ハイボール。ね。サントリーの角瓶の淡麗の白角。これ3杯飲んで、今はだいぶ酔っ払ってますけども、その酔っ払った勢いで、俺の大好きな芋焼酎。一番うまいね。この伊佐大山を飲み、あ、やべえ、これ。やべえ、これ、うますぎるわ、と。まあ、再確認して。そして、よくよく考えたら、これ、伊佐錦の黒もあったな、と。黒伊佐錦もあったな、と。ん？これは飲み比べるべきじゃないか、と。思って、見たんで、飲み比べてみます。それでは、飲み比べましょう。伊佐大膳。俺の芋焼酎で一番、はっきり言ってマジで、飲んだことない人は、芋焼酎を、もう、あれですよ。芋焼酎を舐めてる、とは言わないけど。まあ、さすがにね。これ飲まないと、これ、マジで人生損するレベルです。これは。まあ、そうですね。伊佐地方。まあ、俺がいろいろググってきた結果、いろいろ、まあ 得た知識で言わせてもらいますと。伊佐という知識、地域ですね。の三大銘柄。というのが、プレミア焼酎のイサミという、イサミですね。これまあ、プレミア焼酎です。そして、イサニシキとイサ大山と。特に芋焼酎にブームに火をつけたのが、幻想的幻のイサミ。で、まあ、いわゆるどこにでも売ってる伊佐錦ですね。伊佐錦シリーズ。ですがですね、芋焼酎で、なんと、一つの会社で、一銘柄しか作ってない。ね。会社が二つあります。それは、なんと、この伊佐大山の会社、かっこ、大山酒造と、伊佐美の、これなんて読むの？郊外酒造。違う、郊外商店。これなんて読むのかわからないけど。ね。イサミとイサ大山のみ。ね。ここにまとめますけどもね。一蔵一銘柄と。一蔵一銘柄。2013年春季春の全国酒類コンクール全焼酎の特賞1位をいただいた。伊佐大膳です。これは、すごいです。はっきり言って。何がすごいかって。まず、伊佐美。まあ、これプレミア焼酎なんで、俺基本的にプレミア焼酎は、定価で買えるときは買いますけど、プレミアで買うときはないです。プレミア焼酎中っていうのは買わない。俺の主義として。定価でだったら買うけど、定価以外では買わない。で、このイサミ、このイサミじゃねえ。イサミっていうプレミア焼酎はですね、値段がいくらするかっていうと、
一升瓶で、まあ、大体プレミアで価格で、なんと、びっくりするほどの価格。まあ、定価がで大体2000円ぐらいの、1.8 リットル1900円ぐらいかな。なんですが、なんと2000円ぐらいの、イサミがなんと4000円ぐらいします。2倍です。うん。2倍。ね。さすがプレミアと。俺も未だに飲んだことはないです。てか飲む気もないです。定価で買えたら飲みますけど、多分定価では買えないでしょ。ですが、まあそのイサミも人蔵、人銘柄と、一つの蔵で一つの銘柄しか作ってないと、いわゆる超こだわり。普通の人だったら、まあ普通のね、まあ会社とかだったら、このイサニ式、これです。当然ながら、これは黒イサニ式なんですが、通常の白麹の黒イサニ式ではなくイサニ式という銘柄も当然あります。もうこれだけで二銘柄です。二銘柄ちゃう。あの、二つの商品を作ってるわけですよ。ね。では、イサニ式。このイサ地方のね、大口酒造という、この人、この蔵は何個作ってるかというところでググってみますが、まずイサニ式。ね。そして、黒イサニ式。はい。さらに、イサ米。というものも作ってまして、さらに、これ何て読むの？なんとかイサニ式。これ読めません。難しすぎる。漢字が。そしてさらに、A6、2歳。そして、黒イサニ式の無許可。そしてさらに、空海劇場。という4つのお酒を作ってると。まあ、別に、基本的にそうですよね。うん、普通のね、例えば、まあ、俺が、まあ、好きな、ね、黒霧島とか。もう当然、霧島、黒霧島。まあ、最低2つは作ってるでしょ。白麹と黒麹のね、作ってると思いますけど、こちら。びっくりでしょ？伊佐大仙。こちらはですね、白麹。原材料がさつまいもと、米麹、かっこ大米と書いてあります。まあ、これは白麹でしょう。伊佐大仙は多分白麹だと、白麹だとは思うんですけど、あれ？俺そんなにわかんない。伊佐大仙って白麹だっけ？ごめんね。あんまり、俺も、あれ？大山酒造ですね。うん。で、特に書いてないんですけど、これは白麹だと思います。さすがに。さすがに。うん。うん、白麹ですね。うん。うん。白麹。さつまいも、過去、黄金千貫。っていうのと、米麹？あれ？これ米麹なのかな？
でも、白麹って書いてあるから。まあ、そういうことです。明治38年創業、現在3代目と。この伊佐大山。ね。これはね、はっきり言って、やばいです。これと、ね、いろいろ長くなりましたけど、この、俺が、ね、そこら辺にあった、ね、伊佐錦の黒、黒伊佐錦を、ね、飲み比べてみましょう。さて、どっちがうまいかは明白。ですが、まあ、飲んで比べてみましょう。乾杯。とりあえず、黒伊佐錦いただきます。まあ、これ黒麹ですからね。普通の伊佐錦の白麹のやつもあるんですけど。とりあえず、俺基本的には黒麹の方が好きです。なぜかというと、飲みやすいか。結構甘めです。黒麹は甘め。白麹は若干ドライ。ていうかドライ。俺の中で芋焼酎をいろいろ飲んできましたけど、黒麹は甘めです。初心者向けです。それで乾杯。うん。うん、やっぱ、ちょっと甘いかな。うん。でも、美味しいですね。うん。うん。あ、でも、確かに伊佐大山にちょっと似てる感じあるかもな、伊佐焼酎として。うん。ちょっと、口当たりがやっぱり、まろやか。なんだけど、結構力強い。その飲み終わった後に広がるフレーバーが。うん。うん。非常に芋の力強さを物語っているかな。で、全体的にやっぱり甘い。甘くて飲みやすい。うん。それでは、俺の大本命。今まで芋焼酎を芋焼酎の中で黒霧島が一番うまいなーとか言ってました。僕チンですが、これを飲んだらもうね、後戻りはできません。ですがこの伊佐大山なかなか売ってません。なかなかちょっと量が、生産量が少ないのかわからないですけど、売ってないところがまあね、たまに傷と。それじゃ乾杯。うん。うん。これはね、伊佐大山はね、甘いっていう、その、甘いんだけど、甘くないんだよね。口当たりは全く甘くないんだよ。だけど、もう芋の甘さだけで甘いっていう風な部類の甘さなんですよ。結局。うん。もう口に入れた瞬間は全くの無味。に近い。他の水に近い。ですがその後に芋の甘さが広がってくる。伊佐錦の黒は、もう口に入れた瞬間から、あ、これ甘いな、と。うん。もう大体甘いんですよ。ですが、伊佐大山は、もう、甘さがまずね、口に入れた瞬間は全くない。ミネラルウォーターかというレベルの甘さ。うん。
その後に芋の力がブワーンと、まさにビッグバンのごとく広がり、その結果として甘さが広がる。っていうのかな？うん。明らかにね、黒いさにしきの方が、芋の味が、抑え気味ですね。イサ大戦はマジでこの、大いなる泉のように広がる。うん。はっきり言うと。イサの大いなる力が降り注ぐ。ただし、これは、甘くないんで、ちょっと上級者向けですね。中級者から上級者向けの芋焼酎。非常に甘くない。基本的に甘くない。ただし、甘いんですよ。これ難しいですけど、いわゆる、砂糖の甘さがあるのが黒いさにしき。で、伊佐大山の方は、まあ、そうですね、加糖です。いわゆる。砂糖の甘さと加糖の甘さ。加糖っていうのは、果物の甘さ。っていう意味の、甘さなんですけど、結局果物っていうより芋っていうのは果物ではなく野菜ですから、それの中にあるいわゆる甘さの、まあ芋の果物ではないんだけど、その芋の甘さの甘さっていう、でも本当に、口の中に入れた瞬間に簡単に言うとね、これ簡単に説明しますよ。いいですか？口の中に入れました。飲みました。ごっくんしました。はい！黒いさにしきは、いわゆる、口の、喉から、歯のあたり。喉のあたりから歯のあたり。まで広がる。舌の上で広がる。甘さがあります。伊佐大山は、喉から、食道のあたりに、あたりに、広がる甘さがあるんです。いわゆる、口の奥か、手前か。うん。そして、もう、もうどう見てもまろやかなのが、伊佐大山なんですよ。これね、先ほど上級者向けとかって言いましたけど、ここだけはね、譲れない。伊佐大山は、非常にまろやかな。口当たりはまろやかで、非常にトゲがない。いわゆるアルコール臭とかのピリピリ感、ってのは全然ないんですよね。うん、だから、上級者向けって言ったのもちょっと俺もよくわかんないんですけど。うん、基本的にね、黒いさにしきはね、飲んだ後にね、喉の奥がカーッと、こう、
熱くなるっていうのがあるんです。うん。ですがですね、イサ大戦に関しましては、はっきり言って、非常にまろやか。もう逆に、初心者向けなんじゃないっていう、レベル。なんですよ。ただし、初心者向けじゃない。まあでも、ほんと、大戦はね、スッと入ってきてね、喉の奥がね、全く熱くなんない。カーッと、熱くなんない。ストレートにこう、スーッと入ってって、あ、スーッとこう、あーっていうレベル。そういう意味では初心者向けなんですが、ただあまりにもちょっとドライすぎる。っていう意味でちょっと上級者向けかな、中級者向けかな、という、あれなんですけど。まあ、少なくとも甘さっていう意味だとやっぱり、イサ、黒イサ錦の方が明らかに甘い。うん。だから、そうっすね。難しいっすね。ただそもそも、イサ大戦売ってるとこがまあないですからね。俺も、イサ大戦、こちら新潟ですけど、イサ大戦売ってるところ一つしか知りません。うん。多分。イサ大戦売ってるところは一つのスーパー。だけしか知らないっすね。うん。ある意味レアなんですよね。ちなみに 900ml しか俺、売ってるとこは見たことない。1.8 リットルのやつはないですね。売ってないです。レアですね。逆にレア。黒いサニシキなんてどこでも売ってます、こんなもん。こんなもんっていうのはあれですけど。もうどこでも売ってますよ、こんなもん。こんなもんって何回も言いますけど。こんなもんね、どこでも売ってる。はっきり言って。うん。俺、個人的にイサ大戦はね、ストレートで飲むよりは、ロックで飲むのが一番好きです。なんて言ったって、イサ大戦っていうのは、まあ、芋の強さが非常にあるんですが、甘さがない。っていうのが最大の特徴。とともに、口当たりが非常にまろやか。でね、ロックで飲むとね、本当に水みたいなね、芋焼酎を飲めるんですよ。うん。芋焼酎って言えば、やっぱり麦焼酎とかに比べると、やっぱり癖が強い。っていうのが、やっぱり、まあ、ある意味売りなんですけど。それがね、ロックで飲むとね、驚くほど癖がない。もう水のように飲めてしまう。今ちょっと若干、ね、これ氷入れましたけど、ちっちゃい氷ね。先ほど、ハイボールを飲んでた名残ですけど。これね、ほんとロックで飲むとね、すごいんですよ。芋焼酎の、とは思えないほどの、すさまじいほどの、水っていう感じ。うん。うん。水っていう。
もう、これ水かと。というレベルです。本当に、マジで。ロックで飲むとね、は?っていうレベル。もうね、喉のね、食道の、もういわゆる、味覚を感じる最下層のレベルのあたりで、芋の味を感じるんですけど、いわゆる舌ではもう、芋の味っていうのはほぼ感じないんです。いわゆる喉の奥底で、あ、芋だっていう味を感じるだけなんです。逆に、すごいんですよ、これは。ここまでね、水のような、ね、いわゆるほら、簡単に言うと、ね、日本酒で言う、なんだっけ。日本酒で言う、ね。まあ、あるじゃん。うん。そう、腰の乾杯。腰の乾杯のように、水のようなんですよ。これは。うん。すごい!これは。さすがに。温度を低くすると、やっぱりここまで、口当たりがまろやか、すっきり、して、ほのかに、芋の味が感じられる。そして、ドライ、甘くない。うん。伊佐大山は、甘くなくて、だけども芋の味が強い。っていう、いわゆる、ね、上級者向けの芋焼酎です。これはぜひ、飲んだ方がいいですが、まあ、なかなか売ってないですね。少なくとも新潟にはもうほぼ売ってないです。伊佐大山。見かけたら、あ、レアだ。と思った方がいいです。だがしかし、決して、レアな値段としては売ってないんで、高くは売ってないです。安いです。一般的な、900ml で1000円ぐらいです。うん。庭園でこの味だからな。びっくりする。さすがに。さすがにびっくりするね。もう赤霧島とかと比べたくないぐらいの。お前何プレミアとかバカじゃねっていうレベル。うん。確かに黒磯錦に比べると、赤霧島って、ねえ、まあ、ここにあるんですけど、赤霧島ね。正直言って赤霧島は、ねえ、あれでしょ。超初心者向け、芋焼酎。的な感じですね。俺の中だと。あくまでも俺の中ですけど。俺の中だと赤霧島は完全に初心者向けのなんだけどなぜかプレミアがついてる。まあでもこれの赤霧島はまあもう最近はもう定価で買えることが多くなってきてますから。1234円、 900ml で1234円と。
いう定価ですね。うん。うん。香りが非常に強い。逆にコクが全然ない。うん。うん。うん。そんな感じですね。赤霧は。赤霧は基本的には、ロックで飲むよかは、お湯割りで飲んだ方が美味しい。じゃない？多分ね。うん。うん。赤霧はコクがないですね。伊佐大山はコクがありますけど。うん。なんかコクっていうのは俺の中だとやっぱり、あれだね。喉の奥底から広がってくる香りがコクなんですよ。うん。もうね、伊佐大山はね、もう、部類が違うんだよね。なんか、こう、いわゆる、赤霧島は、あの、砂利ですね。砂利。いわゆる小さな石が、群生でこうぐわーっと来るのに対し、伊佐大山は、いわゆる、でかい目の石がドカッドカッドカッと、口の中に入ってくる感じ。うん。もうあんまり意味が分かってないんですけど。そんぐらい違います。うん。味が。ただ、伊佐大山はとにかく、赤霧島に比べると、明らかになんか、なんか、あ、あれですね。天然水とかでよくある、硬水と軟水っていうのはありますよね。いわゆるサントリーの、天然水とかで軟水でしょ？硬水とかいわゆるエビアンとかに比べる、そんな感じです。硬水は伊佐大山です。赤霧島も軟水なんですよ。なんかまろやか。うん。だけど伊佐大山はなんかこう、ドカッとくる。だけど、なんか、やっぱり特徴的？ああ。なんか特徴的なんですよね。伊佐大山は。明らかに。味が。特徴的。うん。なんか、難しいなぁ。いわゆるさ、小学校の通知表で、全部オール3。3、普通みたいな。人と、5と1、5、1、5、1、5、1みたいな。最高の5と最低の1。5、1、5、1、5、1みたいな。人が伊佐大山です。オールラウンダーが赤霧島。
3333みたいな。イサ大戦は515151みたいな。これが一番わかりやすいかな。うん。うん。口当たりは非常にまろやか。なんですが、なぜか、香りっていうか、香りが突出してる。もう。うん。うん。赤霧島はね、香りはまあ割と強めなんですけど、せいぜい四つ星ぐらいの香りなんですよ。伊佐大山は五つ星を飛び越えてる香りがあります。ただし、口当たりが非常に一つ星ぐらいの口当たりなんです。全然口当たりがない。水のレベルの口当たり。うん。です。ね。ということで、赤霧島と伊佐大山で比べましたけども、まあ、これはいろいろわかりやすいかな。あ、黒いイサニシキもありましたけどもね。基本的にやっぱりイサ大戦がうますぎると。これ本当にイサ大戦の俺、回しもんかというレベルなんですけど。もうね。まあ別に回しもんになりたいぐらいのレベルなんですけどね。僕的には。これね。最後に一つの言葉で締めくくると、淡麗なんだけど甘いんですよ。わかる？伊佐大山っていうのは。伊佐大山はね、淡麗なんだけど甘いんですよ。うん。この意味をよく考えてみてください。淡麗なんだけど甘いんです。それではご視聴ありがとうございました。